花、芥川龍之介。全地内具の花といえば、池の尾で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下っている。形は元も先も同じように太い。いわば細長い蝶爪のようなものが、ぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。磯路を越えた内具は、シャミの昔から内道上区部の職に登った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に東来の浄土を活行すべき僧侶の見て、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ、自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食うときにも一人では食えない。一人で食えば、花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内具は、弟子の一人を禅の向こうに座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で、花を持ち上げていてもらうことにした。しかし、こうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内具にとっても、決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が草芽をした拍子に手が震えて花を粥の中へ落とした話は当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内具にとって決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の尾の町の者は、こういう花をしている全地内具のために、内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろうと、批評する者さえあった。しかし内具は、自分がそうであるために、幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内具の自尊心は、最大というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は、積極的にも消極的にも、この自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内具の考えたのは、この長い花を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡に向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって頬杖をついたり顎の先へ指をあてがったりして根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし自分でも満足するほど鼻が短く見えたことはこれまでにただの一度もない。時によると、苦心すればするほど、かえって長く見えるような気さえした。内具は、こういう時には、鏡を箱へしまいながら、今更のようにため息をついて、不詳不詳にまた元の経机へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内具は、絶えず人の鼻を気にしていた。池の尾の寺は葬具降雪などのしばしば行われる寺である。寺のうちには僧帽が隙なく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。従ってここへ出入りする僧俗の類も甚だ多い。内具はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内具の目には紺の水管も白の片びらも入らない。まして麹色の帽子やシーニビの衣などは見慣れているだけにあれどもなきがごとくである。
内具は人を見ずにただ鼻を見た。しかし鍵鼻はあっても内具のような鼻は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら思わずぶらりと下っている鼻の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは全くこの不快に動かされての所為である。最後に内具は内転下転の中に自分と同じような鼻のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども木蓮やシャリホツの鼻が長かったとはどの教文にも書いてない。もちろん龍樹や目妙も人並みの鼻を備えた菩薩である。内具は神丹の話のついでに食官の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが鼻だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内具がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内具はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミの威張りを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋、内具の用を兼ねて京へ登った弟子の僧が、しるべの医者から長い鼻を短くする方を教わってきた。その医者というのは元神丹から渡ってきた男で、当時は長楽寺の愚僧になっていたのである。内具はいつものように鼻などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で、食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を説き伏せてこの方を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内具のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは、内具のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の道場を動かしたのであろう。弟子の僧は内具の予期通り、口を極めてこの方を試みることを勧め出した。そうして内具自身もまたその予期通り、結局この熱心な勧告に長従することになった。その法というのは、ただ湯で鼻を茹でてその鼻を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐに膝下に入れて湯屋から汲んできた。しかし直にこの膝下へ鼻を入れるとなると、湯気に吹かれて顔を火傷する恐れがある。そこで押し木へ穴を開けて、それを膝下の蓋にして、その穴から鼻を湯の中へ入れることにした。鼻だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。しばらくすると弟子の僧が言った。もう湯だった自分でござろう。内具は苦笑した。これだけ聞いたのでは誰も鼻の話とは気がつかないだろうと思ったからである。鼻は熱湯に蒸されて飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は内具がお敷の花から鼻を抜くと、そのまだ湯気の立っている鼻を両足に力を入れながら踏み始めた。内具は横になって鼻を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして内具のハゲ頭を見下しながらこんなことを言った。意図はござらぬかな。意志はせめて踏めと申したで。じゃが意図はござらぬかな。
内具は首を振って痛くないという意味を示そうとした。ところが鼻を踏まれているので思うように首が動かない。そこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で、伊藤は泣いて、と答えた。実際鼻はむずがゆいところを踏まれるので痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいると、やがて泡粒のようなものが鼻へでき始めた。いわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内具は不足らしく頬を膨らせて、黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それはわかっても自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内具は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不詳不詳に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして、渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる、と言った。内具はやはり八の字を寄せたまま、ふくふくらしい顔をして、弟子の僧の言うなりになっていた。さて、二度目に茹でた鼻を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵鼻と大した変わりはない。内具はその短くなった鼻を撫でながら、弟子の僧の出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおず覗いてみた。鼻は、あの顎の下まで下っていた鼻は、ほとんど嘘のように萎縮して、今はわずかに上唇の上で育児なく残然を保っている。ところどころまだらに赤くなっているのはおそらく踏まれた時の跡であろう。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内具の顔は鏡の外にある内具の顔を見て満足そうに目をしばたたいた。しかし、その日はまだ一日、鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。そこで内具は、修行するときにも、食事をするときにも、暇さえあれば手を出して、そっと鼻の先に触ってみた。が、鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て明くる日早く目が覚めると、内具はまず第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。内具はそこで幾年にもなく法華経書者の功を積んだ時のような、のびのびした気分になった。ところが二三日経つ中に内具は意外な事実を発見した。それは折から用事があって池の尾の寺を訪れた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内具の鼻ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内具の鼻を粥の中へ落としたことのある中道寺謎は、行動の外で内具と行き違った時に、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一気にふっと吹き出してしまった。世を言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは、慎んで聞いていても、内具が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは、一度や二度のことではない。内具ははじめ、これを自分の顔変わりがしたせいだと解釈した。しかし、どうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いない。けれども、同じ笑うにしても、
鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より、見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえばそれまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内具は図しかけた教文をやめて、ハゲ頭を傾けながら時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具はそういう時になると必ずぼんやり傍らにかけた不言の画像を眺めながら、鼻の長かった四五日前のことを思い出して、今は無下に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである。内具には遺憾ながらこの問いに答えを与える妙が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらも、なんとなく不快に思ったのは、池能の相続の態度に、この傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内具は宝剣殿の罪を受けられるぞ、と陰口を聞くようになった。ことに内具を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内具が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せた無垢犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい、それ、鼻を打たれまい、と生やしながら追い回しているのである。内具は中道寺の手からその木の切れをひったくって、したたかその顔を打った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである。内具は生地に花の短くなったのがかえって恨めしくなった。するとある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて、塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上寒さもめっきり加わったので、老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしていると、ふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた。手を当ててみると少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理に短くしたで病が起こったのかもしれぬ。内具は仏前に光芸を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、内具がいつものように早く目を覚ましてみると、寺内の胃腸や土地が一晩の中に葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日にクリンがまばゆく光っている。全知内具は仕留みを上げた縁に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い鼻である。内具は鼻が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。
そうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく返ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。内部は心の中でこう自分に囁いた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。